皆さんこんにちは。こんにちは。プロスター池上です。本日はなんと、T1 の R ラインブラックスタイル。はい。しかもボディカラーはオリックスホワイト、はい、アーバンホワイトですね。はい。こちらの僕のを紹介したいと思います。2年前ですよね。2018年 T1 のブラックスタイルが、登場した時に。黒と白があったんですけど、白はもう本当に一瞬で売れてしまって、まあ大人気だったんですぐなくなっちゃいましたね。今回こういうふうに、まあ、1台何度か確保させていただきました。まあ、先に申し上げますと、まあ、今ならこう見て買っていただけるんですけど、すぐ売れちゃう可能性もあるんで、ちょっと週末まで持つかどうかも分からないような、レベルになってます。で、ブラックスタイルなんで、こういったように、ミラーがブラックになっていたり、アルミもそうですね、ブラックになっていて、あとここもブラックです。で、ルーフレールもそうですね。で、フロントもホントはアーラインこの辺もシルバーなんですけど、ここもブラックになってますし、この辺もそうですね、はい、ブラックになっています。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいです、はい、かっこいい。本当にすぐなくなっちゃうんで。そうですね、すぐなくなっちゃいます。まあ、今回も白と黒2色、発表されてますので、まあ、これと一緒にディナーオーディオもディナーオーディオエディションも発表されてますので、はい、ぜひ、まあ、今なら本当に今だけかもしれないんですけども、実写ご覧いただけますので、ぜひプロクスターゲー日上にお越しいただければと思います。はい、はい、本日の動画は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。